みんなさんこんにちは、レンボの時間よ。ということで今回も200円ドラ焼きガチャっていきましょう。ドラドラドラ。さあ3時のおやつ紹介していくわね。はい、ということで今回はこちら、どら焼き。どら焼きよ、どら焼き。どら焼きといえばもうね、あのキャラが出てくるわよね。私だけかしら。ドラえもんよね、ドラえもん。ドラえもんはいないし。はい、ということで今回はこちらですね。どっちから行こう。どら焼き、なんて書いてあるの。わさび、わさびね、わさび、シャイングドメーカー。はあ、ほー、こちらですね。じゃらーん、もういっぱいある。ふわっと、7種類。これは食べ物ではありませんと。で、わさびが当たったのね。Why?なぜ ?Why? って WHY?Why? ユニークなどら焼きもあるよ。騙されたー、あんこー。女子喜ぶ芋あん。ね、どうしたのこれ。どう紹介していけばいいのかしら。大栗入り栗ドラ。普通じゃない。甘酸っぱい梅あん。え、そういうのり。懐かしい白あん。みんな大好き粒あん。半円タイプ一種。え、半円タイプ。ずるい。半円タイプがあった。なるほど、この粒あんだけ半円で中の粒あんが見える。他は普通の円だから、こういう状態なのね。でもさ、ちょっと待ってちょうだい、これ。わさびって書いてあるってことは、わさび入ってんじゃないの。そういうことよね。半円じゃないだけで中に入ってるわよね。ちょっととりあえず開けるわね。わさび。すっごいどら焼き。すっごいどら焼きじゃないこれ。おー、気持ちいい。すごい気持ちいい。なんか入ってんじゃないのこれ。わさび入ってんじゃないのこれ。わさび入ってるわよね。あ、すっごい気になる。ちょっと待ってちょうだい。これもしかして、このスクイーズは私に中身を見てくださいって言ってるようにしか聞こえないわね。どう考えても、これよね。これもう、見るしかないわね。でも、切っちゃうとあれなので、まず、じゃあ今、もう一回喋っちゃうけど、音フェチタイム、ここでやっとくわね。全体あるうちに。じゃあちょっと音フェチやります。で、もう一回喋って、その後切って、中身、みんなで見ていくわよ。はい。音フェチタイムやってきまーす。よしよし。じゃあ、みんな、音フェチタイム終了するんで、はい。音量、注意してください。じゃあ、これはもう見るしかないわね。だって、わさびって書いてあるってこと、ねえ。いや、この流れからして、わさびにはわさびが入ってるわよね。じゃあ、見ていくわね。じゃあ半分に。さあ、ああ、運命の瞬間。これはもう、レンボが、みんなに、中身を証明するしかないわよね。いや、当たり前じゃないの、女の。みんなに、
自分のスクイーズを切らせるわけにはいかないわ。さあ、運命の瞬間、わさび楽しみにしててちょうだい。ちょっと曲がっちゃった。さあ、行こうよ、みんな。さあ、わさび色、せーの、じゃん。皆さん今日もありがとう。こんな感じのチャンネル、こんな感じのチャンネル、こんな感じのチャンネル、今日も明日もみんな頑張れる、電ボチャンネルまで、またおいで。